長崎オランダ村、長崎オランダ村、長崎オランダ村、英語表記、長崎ホランドビレッジは、かつて、長崎県西園義郡正秘町、現、再開市にあった、テーマパーク。佐世保市のテーマーパークハウステンボスのルーツとなった、施設である。1983年、昭和58年開園、2001年、平成13年10月21日に閉園。 跡地は2003年、平成15年に、再開市が購入し、2005年、平成17年に、職のテーマパークキャスビレッジ、キャスビレッジとして再生したが、約半年で破綻した。キャスビレッジ破綻後の跡地の一部には、2010年、平成22年5月6日に、再開市役所製品総合支所と長崎県王、振興局農林部再開事務所が移転した。 再開しは2015年、平成27年春にも一部を再オープンさせる方針で、管理運営事業者を公募した結果、同市にある動物園の長崎バイオパークの運営企業等が設立する新法人、ホーランドビレッジ科賞が選定され、2016年、平成28年3月開業を目指し施設を整備することになり、2016年4月16日に、 ポートホールン長崎として再開した。そして、2017年11月27日には、施設名と運営会社名を初代名称である、長崎オランダ村に再開名。長崎オランダ村は、政府庁、現、再開市の役場職員であった創業者の上地下、吉国が1983年、昭和58年7月22日に開園した。開園当初は、 イケス料理店を改装した小規模なものだったが、工銀など6つの金融機関からなる協調融資団による巨額融資を受け、80社以上の企業が参加し、拡張していった。上地下の長崎県にゆかりの深いオランダの街並みを路面に敷かれたレンガ一つまで忠実にそっくりそのまま、大村湾の入り江に再現するという大胆なコンセプトは、 バブル景気と湾岸戦争による国内旅行需要増加も手伝い、長崎観光の新しい目玉に成長した。村上龍の小説、長崎オランダ村の題材にもなり知名度も高まった。1992年、平成4年3月には、佐世保市にオランダ村とコンセプトを同じく、より大規模なハウステンボスが開業。長崎オランダ村は、 ハウステンボスのサテライトパークとして営業を続けたが、ハウステンボスの経営不振などによって2001年、平成13年10月21日に閉園。その後、跡地の併合など利用が検討課題となった。ウィレムスタッド、ブルーメンダム、ザーンススカンス、ホールンといったオランダ各地の古い街並みが再現され、以下のような施設が建設された。閉鎖後、 地元自治体、経済界などが、跡地の活用策を模索していた。学校の誘致や、高齢者向け施設などの案も上がったが、最終的に手を挙げたのは、日本テレビ系のバラエティ番組、マネーのトラメーを馳せた小林隆氏だった。食のテーマパークと名打ち、飲食施設のほか、有機野菜ファーム、調理手学校なども整備する予定だった。2005年、 平成17年3月の開業時には、和食、洋食、中華料理のレストラン、ファストフード店など12店舗をはじめ、結婚式場や、食器、調理器具などを揃えたショップを整備。施設周辺の豊富な食材をその場で調理、販売、消費する、地産地消を全面に掲げ、初年度の集客50万人、売上高19億円を目指した。しかし、過剰な設備投資、 旧オランダ村の改築費に15億円以上に加えて、多大な広告を行いながら集客が思うように、伸びないなどビジスプランに破綻をきたし、開業からわずか半年余り後の2005年、平成17年10月3日に、運営会社 CAS ジャパン、本社再開し、代表取締役、小林隆が、自己破産した。即日閉鎖され、 百数十名の従業員は全員解雇された。後地は、行政、福祉、商業の3ゾーンに分けた上で活用されることが2009年、平成21年11月に発表されている。行政ゾーンについては、2010年、平成22年1月下旬により、壁の塗り替えなどの改修工事を行い、5月6日に、再開資役所製品総合支所が移転開庁した。 オランダ村時代に出国窓口であった2階建ての建物が使われており、1階は市民家と地域家、2階は会議室になっている。残りの建物は商業施設や福祉施設に活用する予定であり、改修工事が行われているものの、大半の建物が白ありの被害などにあっており、すべての建物を再利用するのは困難な状況となっている。 火車車は固定されており、現時点では動くことはない。なお、2011年、平成23年5月から敷地の一部を市民に無料開放する予定が公表され、5月からホールン地区の開放が始まった。オランダ村の一部、約9500メートルの管流運営事業者を公募していた再開市は、2014年、平成26年9月12日に、 長崎バイオパークの運営企業等が設立する新法人ホーランドビレッジ、歌を選定したと発表した。同社は既存の建物を利用しつつ、海に面した景観を生かして、港町を演出し、レストラン、地元特産品などの物販施設、古美術品を展示する有料の美術館を整備して、2016年、平成28年3月の開業を目指す計画である。 入場は無料にし、バイオパークとの間に無料シャトレバスを運行して、相乗効果を狙う。また、2014年、平成26年11月28日には、ハウステンボースも、長崎オランダ村跡地で最先端のテーマパークを展開することを前向きに検討していると明らかにしている。2016年、再開しと地元の観光リゾート運営会社。 ホーランドビレジバイオパークが2014年に設立。同社会長の坂本慎吾が社長に就任がホールン地区の約1万平方メートル20施設を使って入場無料の市民交流型観光施設ポートホールン長崎を4月に開業することを発表した。2016年4月16日、旧オランダ村の一部を利用したポートホールン長崎が開業した。 入園は、無料都市、無料駐車場を用意した。土地、施設を所有する再開市から約9500平方メートルの敷地、建物を10年間無償で、運営会社が借り受けた。市は、建物の外装に4億円、運営会社は、内装やインフラに1億5000万円を投じて、回収した。長崎バス長崎オランダ村バス停、長崎駅前からの場合を応募 日中はバイパス避難経由都議北部ターミナル行きに乗り、そこで大串行きに乗り換えに乗車。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。